シゲハルチャンネル。僕らの国会。みなさんこんにちは。みなさんこんにちは。どうぞ。はい、令和六年十一月二十七日、水曜日に収録を行っています。今回のテーマは闇バイト捜査の闇。首謀者とリーダー役、謙虚ゼロというテーマでお伝えしていきます。はい。今もう連日のように、えー、世の中を不安に陥れているところの。この、いわゆる闇バイト。 についての調査会調査会っていうのはまあ部会と違うけど部会にまあ似てますでもともとはですねこのサイバー犯罪っていうのはなくて、うん、治安・テロ対策調査会っていうのがあって私幹事っていう役員やってましたがそれがまあここにこの闇バイトってサイバー上のー募集による犯罪ですから加わって。 で岩井さ外務大臣に、えー、転出されたので高市さんがこの調査会長になられて、えー、その第1回の会合がこの間21日に開かれました信じがたいぐらいの報道陣が来ててですねまあ、あのー、闇バイトについて政府が公にうんこうやって説明するのは初めてっていうことで多かったのとやっぱり高市さんが 調査会長になったからだろううと思うんですね政府はもうこんなにたくさん出てきました警察庁だけじゃなくてでですねまずはいろいろ資料が提示されたんですけどこれ見ていただくと、まあ、どれぐらいこの、うん、たくさん発生してるかってことですよね闇バイト関連の、うんはい、これ強行犯っていうんですけどねあの知能犯と違って暴力を伴うものを強行犯,強,行犯強いて行うって書きますけど。 これは表の報道でも出てるけど、まあ、こんなにあるっていう深刻な事態でこれは要は、えー、警察が追いついてないっていうことでもあるわけですね、うん、でそれをこういう資料は初めて出ると思うんですがこの統一した資料としてはこのこれあの警察庁の刑事局が、まあ、住民人に提示した資料ですけどここにあのまあ仕組みが書いてあるわけですよねでこ,こういう仕組み自体はオールドメディアによく出てくると思うんですが 問題は、ですねこの実行役あたりはこうやってそのある程度検挙されてるんだけどこれ、ここで終わってるんですよ。ということは、ですねこの絵でいうと、ここ、この辺は検挙してるけどここ1人しか検挙してなくてで、指示役と首謀者はゼロってことですね。これだけ起きていて、その主犯がゼロ。 これ、僕、あの受験記者の経験から言っても、これ、経験ないですね、それで、えー、これ、普段と違って、この紙が僕の質問って書いてなくて、きれいじゃんと思われたかもしれませんが、これ、要するに電子ファイルしか示されなかったので、これ、後で事務所で、ここの事務所でプリントアウトしたものですから、僕はその時は、自分の発言やその政府側の答弁をこうやってパソコンに打ち込んで、こうやってあのプリントアウト今してるわけですけど。 これ見ながらあの正確に言おうと思うんですが、まずあの私はもうこれたくさん聞いてるんですよマイクエスチョンですね、たくさん聞いてて、その首謀者と指示役の検挙がゼロってことは、あ要は、今までの警察の捜査手法が追いついてないと、で、えー、これはですねその、うん、何度も言う必要ないかもしれないけど、事件記者の時に徹底的にその警察はどういう捜査をするのか、 それから謙虚に至る鍵は何なのかでその事件が出てくる表に出てくるとこの私の場合はこの加害者や被害者のところまで行くというのを加害者ですと留置場にいる状態の加害者にえ何とか取材を試みるそれから加害者を生んでしまったご家庭となんとか会話するそれから被害者の方も 被害の状況を被害感情が高まらないように配慮しながらやるってことをやってましたしたがってその警察の捜査っていうのがこのテレビドラマと全然違うっていうのは当たり前ですけど、うん、それはそうですねテレビドラマは2つと30分長くて1時間ぐらいで民放が多いからコマーシャルの時間で覗くと、まあ、こんないわゆる尺放送時間でしょ、うん、その捜査の展開が全く違うんですよねで実際のの捜査いうのはももちろん人権も配慮するから 犯罪者容疑者だって人権ありますから容疑固めっていうのをこうしっっかりやっていくんですよでそれはその人権を考えるっていう志もあるけれども同時にそのたくさんの捜査員を持ってるのは警察であって検察は持ってないので、うん、検察庁からしたらです、ね、いい加減な容疑固めでつまり証拠はろくに揃ってないのに送検検察庁に送られても困るので、うん、まあ,あの大体検察の方が上から目線だから。 ものすごいきつくこう怒るので警察としては丁寧丁寧にまずはその裁判になる前に検察庁に送った時に文句言われないようにやるわけですよ。で検察はそれを受け取ってその警察にここ足り,足りないって言いながらなんとか固めて起訴できたら今度は検察はこれは日本的な縛りなんですけど無罪になったら大変なんですよ。無罪になったら実際は人事が動,く動いちゃうから日本の裁判は事件に関してその有罪率ものすごい高いので。 もう基本的に無罪はなんですよでそれが日本の仕組みになってるからこのいわば末端刺させてる警察は容疑固めて固めて固めてってやってるからこのなぜあのサイバーを使った犯罪の募集するかというとそれはスピードアップのためですよねしかもそのここはまあ連中の悪知恵ですけれども皆さんもこれはご存知の通り要するに切ることができるという。要するに この絵もだから微妙な絵になっててこの辺はこう一連の絵で描いてあるけ実行役は離れたところ置いてあるっていうのはこれ切っちゃってるわけですねそれに追いついてないんじゃないかっていう質問をまずしたわけですね、はい、でそれに対しての警察側の答えっていうのはあの例えば刑事局長はこれからよく研究し意見交換したいって言ってたのでこれは今研究も意見交換も足りませんっていう,うことをまあ,ある程度正直に言ってるわけですよね、うん そそれでその例えば、指示役指示役っはこ,こ,こういうその都内の地理をものすごく細かく指示しているとあそこの角を曲がったあの家のあの入り口からみたいなことを言っているとだから当然、指示役が日本人か日本に精通している外国人ということになるんですけどそれだけ精通してんるのに日本にいないっていケースが多いと。 そうすると実際、海外捜査になるとあの非常に手を伸ばしにくいんですよね。で、サイバーオンラインの特徴は国境を簡単に越えてるから最初から越えてるじゃないですか、みんなの日常生活もそうですよね、だからなかなかあの結果に結びつかないという答えなんですが、ただ警察としてその AI でネットを検索して、怪しい投稿を抽出してるんだと。 IC 投稿ってのは要するに闇バイトの募集ですねとだからよく闇サイトって前から言われてますけど表には出てこないサイトみたいに言ってるけど本当はあのサイトでこう完全に闇に隠れることはできませんからうんでそうだったらどこにも伝わらないのでそれは例えば国防総省とか防衛省がやってるのとは別な話でやっぱり広く実行役を集めようとすると表に出てくる部分があるからそこ AI で検索して IC のどうしてるかというと。うん これもこれ初めて言った話だと思うんだけど今、国益のバランスを考えながら言ってますから全部は明かしませんがあの要するにリプライしてるわけだ例えば旧ツイッターだったらリプライしてでリプライしてあの要するにリプライの中身はもちろん明らかにされてないけどまあ推測も交えて言うとね本当は推測だけじゃありません。要するにこれ警察見たよと 変なことをしてたら、まあ、警察よ分かってんですよみたいな、まあ、簡単に言うと丸めて言うとそういうリプライでそうすると向こうが削除すると、ね、で削除するってことは募集はやむんだからこれ抑止力になってるというわけですが私はそれにその反対意見でもちろん抑止効果は期待できるけれども本当はこれは。 サイバー操作 AI を使っても使ってなくてもサイバー捜査でこう事前に犯罪の探知をつかんでるわけだから、えー、リプライという警告で削除してくれたらよかったねじゃなくてこれは当然検挙しなきゃいけないとで検挙するときに共謀罪っていうのが、まあ、覚えてらっしゃると思うんですがあの出しても出しても国会で野党の反対や、まあ、日弁連などの反対で跳ねられたってことはありましたがしかし 現実に、共謀罪はそうであってもテロ等準備罪というのはもう成立してるわけですよ。うん、でテロ等ってその法律で等が、など1個ついてるかついてないかでもう世界が違うんでこ当然あの、範囲に含まれると考えてこの実行を犯罪の実行を準備している行為だということで検挙すべきだということを僕は言ったわけですよ。で、それに対してこの例えば刑事局長だけじゃなくて あの捜査一課長からもね、捜査一課長って警視庁じゃなくて、これ、警察庁の捜査一課長、えー、総一って言うんですけど、捜査一課っていうのは、強行犯を取り締まるセクションなんですけど、えー、そこの、ま、責任者ゼロ課長から、えー、主会って言われましたけど、まあ首謀者のことですね、えー、主会って、まあ、アップできますかこういう字ですよね、とても意味がよく伝わる字ですけど。 司会や指示役あるいはリクルーターまで含めて捕まってないというのは青山さんの言った通りですと、うん、でその上でもう青山さんはよく分かってらっしゃるだろうけれどもこのある程度これもある程度だけですけどある程度捕まってる実行役っていうのはこの証拠があると、ねえー、証拠って例えば押し入ったら押した時のまあ早い話足跡もあれば指紋もあれば。うん ケースによって違いますけれど例えば凶器がこう確認できる場合もあって物的証拠はあるけどこのそこから上のこのリクルーターから指示役それから死亡者に至るまで証拠というものが従来の観念従来の見方でいうとそれからこの実行役とそのリクルーターより上の容疑者たちと面識がないんですよね。 接点もないわけだ、はい、接点はこの募集に応募しかない場合があってで従って、まあ、姿を現さない容疑者を検挙していくっていうのは非常に難しいとそれで日本警察は旧ツイッター X にこの,こ,のこのツイッターを使っている旧ツイッターを使っている人は誰ですかってことも尋ねているけれどもしかし旧ツイッター自身が本人確認してないと。ね、で従って もうもう要するにこう雲の中を手で探ってるみたいな操作になってるわけですよね。しかしこれはねこの調査官のあり方としてもそうですかってわけにはいかないので私の方からその、うん、今ある法律を十分生かすってこととそれからですね僕の実感として例えば国会議員になる前から誹謗中傷の対象ですから。 あ警察のお捜査側と例えば事情聴取もすごく議員になってからもここで随分受けてるしそういうことからするとね一生懸命やってくれてるんだけど、えっと、これもまあ,あの自分の体験で言うと警察官ってこうあるいは刑事ってこう見えるけど政治家も技術者も学者も秘書さんも同じでそれぞれの違いがあるんで。 あのー、一番一線級がこのサイバー捜査やってるとは僕は見えなかったのキーワードはこれです人材はいもう一回言いますよ志はちゃんと持っておられて真面目にやってくれるんだけどえっていうことが何度かあったわけでえっと一番最初に僕に関してその、えっと、僕は容疑者じゃないですよ僕は被害者として 捜査始まったっていうのはもう17 18年は経ってると思うんだよね、うん、その時はあの警視庁で実際あの話聞かれた時なんかもこれは聞くポイントが全然違うんだけどと思ってこっちからこう説明したりしたそれはだいぶなくなったよね、うん、ただしこんなに重大な社会不安をッ気してる引き起こしている犯罪になってくると人材に入れ替えしなきゃいけないってことを言ったらですね これはあのサイバー担当の警察庁の課長から正直な話があったんですよ人材についてはご指摘のとおりですとしたがって今後専従体制を強化するとこれもねあ正直におっしゃってんなと思ったんですけど、あのー、サイバー犯罪は重大だからやると言いながら兼務も結構あったこれも一種の偏見思い込みだよねやっぱり,やっぱり、あのー 殺しっって言ったり、ね、あれ火火っっていうの放火犯とかそっちに行くんだよねたきっていうのはその、えー、強硬なあの暴力を伴う強盗のことをたたきっていうんだけどそういうものに行くんだよ。はい、それでサイバーっていうとあのずっとパソコン向かってこうしてるから暇に見られるから刑務っていうのがう実際あ,あ,あったというまあ,あの多少の配慮も込めて格好形で言っておきますが。うん でもこ,のこういうことの担当の課長が専従体制を強化するってことはまだできてないってことだから、これ、さっさとやらないといけないです、それから警察官全体の底上げって発言もあったんですけど、これは要は、まだサイバー犯罪に対するその警察官の意識が弱いということですよね、それからですねこれは犯罪抑止のために、僕今考えながら喋ってるんですけど、抑止のために言うとね、 あのこういうその犯,罪者のい犯罪容疑者の連絡が秘匿性の高い SNS を使ってるっていうのもオールドメディアで言ってるじゃないですかこれ実はシグナルなんですよ中心がでそれ今まで明らかにされてなかったと思うけど今回明らかになったそれで私がこのシグナル例えばうちの事務所でも秘匿性の高い通信手段使ってますけどシグナルじゃないよねでそのシグナルは警察は除けるのかと中身見れるんですかと聞いたらですね これもはっっきりした答えがあって僕今回警察はあの我々とつまり新しい法律いるわけです明らかにさっき警察が遅いってみんことを言ったけど国会こそは遅いのでだからあのかなりこう情報を提供してくれてると思うんですけど端末を押収するとです、ね、例えばうう端末を押収するとシグナルは見られますとのけますと。うん、でも端末が手に入らないと全く除けないと。 ここもやらないといけないです、はい、これはあのー、正当な法律と正当な捜査権に基づいて難しいのとそれから当然、うん、例えばまたその、うん、一部の弁護士の方から強硬な反対が出たりするので、うん、海外の企業ですもんねそれも難しいけど。 あのもう明らかにこのさっき話出てる通り指示役とか首謀者は海外にいるわけですよだから、うん、詐欺事件だけじゃなくて詐欺事件がまあ先にいっぱいされたけどね、うん、首謀者に至るまであの首謀者の一部に至るまで摘発されつつあるけど、うん、強行犯の方は手が入ってないんですよしかし例えばあの一人住まいのあるいはご夫婦だけの高齢者の方がひどい暴力になっていることを考えると、うん 命の問題であると同時にその例えば命を落とさない場合でもその心理的ショックとか生活不安とか、うん、あのそれはもうテレビニュースで一過性で見るのと違ってものすごく国民に苦痛を与えているのでこれは戦わないといけないいいとけですこの立法府もその戦いをしなきゃいけないという調査会の幕開けです。は、うん、はいいどううぞ何でも、はい、そうですね、まあ 一番の根本としてそういうことをやらなくても済む経済状況というかやっぱり多くの方があの武漢熱コロナで仕事がなくなってそういうところに手を出してしまったっていうところも動機としてまあ経緯として多いみたいなのでその経済状況っていうところもそうですしあとそのうんこの通信傍受をこう強化していくっていうところがどこまで日本ができるのかなっていうのが。 その2つとも答えるとね、はい、まずその経済状況が上がったらこういうその今叩きって言ったけどその命まで奪うような強盗が減るだろうというのは一般論としては言えるんだけど、はい、ただし人間の欲望は果てがないので経済の底上げしたらすごく減りましたねってわけにやっぱりいかないんだよな。うん うん、それってあの例えば日本は今までは、まあ、外国人の流入もあってはっきり今、まあ、流入って言いましたけどその移民じゃないって言いながら事実の移民になったりしてる部分があるので治安が明らかに悪くなってる、はい、でも、まあ、そのこととこのことも実は関係がある。でそれってあの例えば日本の経済がかつてほどその国民に見配りできてない。 富裕、えー、層は富裕になってるのに一般庶民の生活は苦しくなっていることと無縁ではないけれども、うん、じゃあこれ上がったらそれなくなるってことにいかないと思いますそれは手軽だから、うん、サイバー犯罪は、うんうん、だから普通の人が例えばハンマーを持って知らないおじいさんの頭の後ろから泣くのかっていうのあのかつては三浦市長の言う通りあまりの生活苦でそうならざるを得ないってことが実際にあったわけだけど。うん 今はそこまで行ってなくても、うん、あの俺はバイトで借り出されただけだからと。バイト感覚で。ま文字どりだからアンビバイトって。だからこの表現良くないって意見も出たけど、うん、実際その感覚的には合ってるんですよ。うんまあ、犯罪ですけどね、本当ね。犯罪どころかその僕はやっぱりちょっと受け入れ難いとかの受け入れ難いって理解しがたいとかあるのは、うん、の現実に例えばハンマーで人間の頭を殴ったりすると手応えがすごくあるのと反動が。 それから血の噴き出し方とかはですねあの初犯の人間だったらもうそこで引くはずがその後逆に興奮しきって結局致命傷になってしまってるっていうケースが実際あるんですよ。うあの報道ではそここまで出てこないけどねそれを考えるとやっぱりその全体のだからネットのせいだけにしたくないんだけどやっぱそのゲーム感覚って言ったけどそれが全体に感じるよ。手応えはないんだよ。その手応えあるのに 普通だったってことはあるはずが普通人の頭に手をかけて血吹き出たら引くでしょうそれが引かないんだよ逆にエキサイトしてっていうのがねこれはこの調査会で話題に出たわけじゃないけれども僕はその調査会の前後に調べてるから動画撮るときは特に調べてるんでそういう例が多いわけでそれはまた現場の警察官や刑事はまたぎょっとするわけで今までの常識と違うわけでそれぐらい世の中は変わってしまっていると。 2つ目のね通信傍受はねあのだから今から3035年ぐらい前になるかなあのまあ30年かそこら前にね京都府警キャップやった時にねこれ、はい、もう言っていいと思いますけど京都府警がこう胸張って発表された事件があったわけでその時僕は共同通信京都府警キャップとして聞いたのはね 今の話はね電話盗聴してないと絶対やれないと思うとうん、うん、で当時は違法なんだよ、はい、これどうしたんですかって言ったら「あっ!」となって、うん、あの沈黙になって、はい、そのまま沈黙の集団のまま、はい、記者クラブから出ていかれて、はい、本場で戻られたそれで私はちょっと時間を置いてからつまり相手が対応するだろうから時間を見てから行った、はい、行って。 つまり本当は盗聴してるんですねって言ったらしてるよと、うんうん、でもこれ国民のためだよねって言われたんでそれはだめですと、うん、それはだめですとそれは法治国家じゃなくなるから、うん、これは当然京都府選出の国会議員も含めて国会に働きかけてこの合法にしなきゃいけないということをどれぐらい3時間以上ねそこで議論っていうかまあどなり合いですよ。うん、でその後 長い年月立ててかけて一部の捜査のについてはまあ合法になってるんですよん電話盗聴できるんですよ、はい、一部の場合はですねいつでもどこでも好き勝手にやっていいわけじゃないですよでそれと同じでそのサイバーについても立法府と協力してやればそれができるので,、あのー、でかつてよりは垣根がすごく低くなっている逆に。 高かかっっったですよ、うんうん、ちょと個いてそう言いながらねあの京都府警本部の記者クラブでね例えば今の今のって昔から青山町あるだけどあの今夜の晩ご飯の話とかねあのもう当時の夜遅かったけど、うん、たまに帰れるまとめに時間帰る時に話してんじゃん、はい、そういう電話でもねパッ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 ってずっと通したがあるわけ。はい かりやすすいでよねそれであんまりうるさいのでこれ今晩ご飯の話で私は青山茂春で共同通信共同府警キャップですから過激派と連絡取ってるわけじゃないんでこれちょっとうるさいんでしばらくやめてくれませんかってパッと止まるんでそれでその後移非公式にね京都府警の深い部分の話した時に「あれ止めるからバレバレじゃん」って言ったら「そうだよね」ってことありましたよ。 はい、で、今はそんなことしませんよ。そうですね。はい、まあ、暗号化の技術とか、うん、それから海外の企業もグローバルに絡んでくるので、そこら辺のね。世界的なね枠組みが必要だなっていうふうにも感じました。はい、はい、ありがとうございます。はい、では、今回の内容は以上にしまして、えー、半階層にいただいた感想で、はい、えっとちょっと長い感想をいただいているので、2分割でご紹介したいと思います。うん 半階層一回目を読了しました。二回目の読書に入っています。二、はい、回目は一回目よりも、一文一文をかみしめながら。あんな意味もあるのか、こんな意味も含むのか、と考えながら読んでいます。従いまして、感想も何通も送らせていただきます。一回目、一、はいえー、回目の感想その一です、というところから、また次、ご紹介です。すはい、わかりました,た、はい。ありがとうございます,いです。何度も読んでもらえるの嬉しい。そうですね。プロの作家の書評が。 週刊ポストに出たわけですけど再読してみるとって書いてあって、うん、そこは実は一番嬉しかったですねそうですかはい、はいはい、ぜひ感想をブログのコメントまでお寄せくださいそして独立講演会のご案内です、えー、年が変わりまして2025<っ>、はい、年1月25日に東京にて開催されますこちらの申し込みは12月の25日クリスマスからスタートです新年第一回です その前に極端に短い海外出張とか言ってるはずなんだけど自主的な例によっての海外出張ですねさあ無事に帰ってきてますよねもう独立講演会の予定が入った以上は1月25日には生きてないといけないはい大丈夫です昔現青山千春独立総合研究所三代目社長が独立講演会の日にこれがいなかったら 暴動が起きるので台風が来ようが何がしようがちゃんとあの出席いやいややってくださいって言われて皆さんね冷静な方だから暴動は起こさないと思うんですけど <laughs> あの暴動って言うと文字がごわーと残ってるんですが1月25日新年最初東京で、はい、とても大事ですえみんなと一緒に考えるために開いてますから質問を寄せていただいておいでくださいその時に 新年さあ2025年うん僕にはさらに困難が押し寄せるらしいよ。誰かから聞いたん,ですか聞いたんじゃなくて <laughs> やっぱりブログのコメント欄にあの占い関係の人もよく書いてこられるので,そうですか結構、はいえー、今年は玉木さんがいいことも悪いこともあったんだと、はい、来年はあなたですとねね来てました、うんはい、まあそういう人が実はものすごい多いんだろうなと思いつつ。 あのちゃんと読いたたししましたが、えー、話がそれてるわけじゃなくてその困難な年っていうのはその私個人のこととは実は思ってないので住民主党の党員に逆に逆むししろなる決心をいいいよよてくださいこの間あのこの隣の部屋にたくさん封筒が積んであるのを見てああここまで住民主党が信任を失ってもちゃんと入ってくださるんだと思ったら実は話が逆で。 党員の継続をしてくれない方が当然大量にいらっしゃって最後にあの継続なさらないんでしょうかというための封筒だというのを聞いて僕はぐわん,うん,うんとまあ当然のことと思いつつ大体総裁選に推薦に足りなかったですしそのことも含めて最終的には全席の私に会ってそうだということを感じましたま継続していただくと同時に新しい党員をお待ちしてます ブログのコメントに4年連,連続1位かどうかが日本の分かれ道でも書いていただいて、まあ、それはもう一回見せば私の責任なんですがとても大事なことだと思いますはい、はい、お考えくださればあとは三浦市川村市長が対応しますはい動画の下の説明部分概要欄の URL から入党の申し込みをお待ちしておりますそして最後にチャンネル登録シリーズです時間がないのでめっちゃ短くはいこれ何でしょう これあのカラーリングも実物によく似てるんですけどこう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 、はい、スピンしてもうスピンって1回2回じゃなくて、はい、もう本当に円盤化みたいになって、うん、最終的にはガーンとこの後ろがぶつかって後ろがぐちゃぐちゃになったんですよ、はい、ぐちゃぐちゃそれででもドアは開いたので、うん、あのはい出てですねこ,のこれ1台しかないわけだから、はい、虎の子 F1、はい、とかはクラッシュしてもすぐ立て直してくるけど これしかないから、うん、もうあの自分の首が痛いとかなんとかじゃなくてねとりあえず生きてんだから、うん、この「あっシマリがどうなってるか」ってクッっ,って「レシーンがすごく低いのでほ <laughs>、はい、とんど見えないんだけど懸命に見てた」<laughs> 事故後にまずは車の心配を <laughs> そうあのてめの心配じゃなくてこっちはまずいのがずっと心配で <laughs> っていうかあのそれなっていでも俺は死なないと思ってたんで、はい、壊れないと。 ねね、痛かったりするだろうけど壊れないと壊れんのはこのマシンだと本当思ってたよこのくるくるなってる <laughs> 最中にそし、はい、グシャーンってなって降り <laughs> たくぐちゃぐちゃじゃんはい、ねはい、でこのこの行動がある波紋を呼ぶんですが、まあ、それは次ですねでは今回は、えー、今回はですねこれあのやがてだからロータスが修理しないといけないですね,ねそのメカニックの高瀬さんはい我が信頼する高瀬さん あのチャンネル登録お願いします。はい、高瀬さんも。ま,まだ若い,だ若い優秀なーロータスジャパンを代表するメカニック。はい。はい、高瀬さんも皆さんもチャンネル登録をお願いいたします。ます今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。